持ちいいわね。そうだ、貝殻でも拾って帰ろうかしら。あら、人、ひどい怪我だわ。死んでいるのかしら。あ、生きてる。大丈夫ですか？しっかりしてください。ニーナ、え、今誰かの名前を呼んだような。あ、こうしちゃいられないわ。人を呼んでこなくっちゃ。あの、必ず助けますから待っててくださいね。ここ、気がついた。よかった。あなた大怪我をして海岸に倒れていたのよ。君は誰だ？私はティータ、この教会で働いているの。あなたの名前は？私の名前、どうしたの？思い出せない。私は誰だ？どこから来たんだ？もしかして記憶がないの？そういうことになるのだろうか。なるのだろうかって、どうしよう。あなたの家族に知らせることもできないなんて、きっと心配しているわ。あ、ごめんなさい。不安にさせるようなことを言って。あなたが悪いんじゃないわ。気にしないで。大丈夫よ。私があなたを守ってあげるから。え、君は私を？うん、元気になってもいくらでもここにいていいのよ。あ、そのうち掃除とか薪運びとかやってもらうかもしれないけど、とにかく安心して。今はゆっくり傷を治してね。君はどうしてそこまで私に親切にしてくれるんだ。君と私は無関係な人間なのだろう。え、なんでって。困っている人がいたら助けてあげるのが当たり前でしょ。それにあなたのことなんだか放っておけなくって。私が？うん、だってとても傷ついているように見えるから。その体だけじゃなくってね。あ、私ったらまた何も知らないのに変なこと言って。でもあなたの力になりたいのは本当よ。だからあの、私のこといっぱい頼ってね。ありがとうティータ。